7月の電気代は去年の7月に比べて1,900円近く値上がりします。天然ガスや原油など燃料価格の高騰を受けて、電力大手10社のうち4社が7月分の電気料金を値上げすることを発表しました。このうち東京電力では使用量が平均的な家庭で、6月に比べて306円上がり8,871円、 中部電力では260円上がり8516円となります去年の7月に比べていずれも1900円近くの値上がりです